辰ツノ口表情書跡、東京都千代田区丸の内1の4の1、丸の内永楽ビルディング表情書は、近代以前に訴訟を扱った機関及び、それが存在した場所のこと。時代により、以下の2つに区分される。江戸城外の辰ツノ口にあり、惑星の重要事項や大名、旗本の訴訟、複数の奉行の管轄にまたがる問題の裁判を行った機関で、町奉行、 自社奉行、勘定奉行と、老中一名で構成された。これに大目付、目付が真理に加わり、表情所と名役が実務処理を行った。特に自社奉行、超奉行、勘定奉行は三奉行と呼ばれ、表情所の最も中心になる構成員であり、自社奉行四人、町奉行二人、くじ方の勘定奉行二人を、表情所一座と称した。 教法の専用類集などからも明らかなように、時として三奉行という形で老中へ伺うことも多かった。後には、蕎麦州から、後の側用人、江戸出府中の京都諸市大、大阪城大、遠国奉行なども列席した。表情書留役は勘定書から出向してきた役人が務めており、実質的な審理は留役が行い、表情書一座が行うのは、 冒頭初会の吟味と最終回の判決の申し渡しのみであった。通常、幕府管轄の武士に対して訴訟を扱うが原告被告を管轄する機関が異なる場合は、表情書で裁いた。武士と庶民のような身分違いと町奉行所管轄の江戸の町民と自社奉行所管轄の宗教者の裁判、幕府領の領民と、 半領民など原告と被告の領主が異なる場合である。表情書の歴史については、官営12年11月の法令から、この時期に設置されたとされる。ただその場所については、諸説があり、最も一般的な説は、明暦の大化によって、それまで、表情の行われた、坂井忠清と安藤重長の屋敷が消失したため、 以降、転送屋敷を仕切って表情書を置いたというものである。これは、教法記に幕府の求めに応じて、表情書が提出した書状の中に記載されている事項であり、一般的な入門書などでも広く書かれている。これについて、江戸幕府日記を詳細に検討した藤井常時は、寛永十二年十二月三日に、 天送屋敷で、より合いが行われたことを明らかにしている。また、藤井は、寛永9年から12年にかけての、より合いの数と場所を同日記から説明し、天送屋敷以前は、土井都市勝や酒忠勝の屋敷で行われた、としている。前述の表情書が提出した、書状は、教法2年表情書が火事で消失した後のものであり、再検討を要する。表書の故障については、 戦術の寛永12年の法令では、寄り合い女王と記載され、必ずしも表情書の故障が当初から用いられたわけではない。幕府法令の所見は、慶安五年5月のもので、目安裏書きについては、関権の限り、女王3年10月以降である。寛文年間ごろ、寄り合いの種類が式日、建合い、内座寄り合いに分かれたことで、出席する構成員や、 競技内容が日により異なっていった。式日は、惑星の重要事項の諮問を行う日となり、初期には主要な構成員であった老中が、諮問が行われる式日にのみの出席に変わった。老中については、教法5年に月一度の出席にまで頻度が低下している。立て合いは、裁判が行われる日で、側用人や財布中の京都諸市大、大阪城大、 縁国奉行なども列席する場合があった。内座寄り合いは三奉行が協議する日で、老中などは出席しなかった。内座寄り合いは、奉行宅で行われることもあり、表情書の範囲に入れない場合もある。式日、立合い、内座寄り合いは、それぞれ月3日ずつあり、式日は二日十一日十一日、立合いは四日十三日十五日に開かれた。各藩にも同様に、 自販管轄の武士を裁く組織が存在し、表情書または御用屋敷と呼ばれていた。仙台藩では、広瀬川の河原に置かれたため、廃止後も、表情瓦という地名として残っている。勝手方の環状奉行は財政を担当するので、表情書の構成員となるのはくじを担当する。九じ方の環状奉行2名。江戸幕風老重制形成過程の研究。 おふれ書き漢方修正2550ありがとうございます。